シャローム、ウクレレフレンズの皆さん、こんにちは。ウクレンチャンネルのレンです。今日も動画に遊びに来てくださってありがとうございます。はい、ということで今聴いていただきましたのは私のオリジナル曲で、秋風の散歩道という曲でございました。こちらはですね、ウクレンチャンネル YouTube チャンネル登録者1万人突破スペシャル第2弾ということで新しい曲を作りました。いかがでしたでしょうか。私このチャンネルではですね、こういう区切りのいい数字になった時にオリジナル曲を作るっていうイベントを自分の中でいつも開催していて、今回は1万人ということでですね、こんな感じで作ってみました。この曲が生まれた背景なんですけれども、ちょうど今年の秋にですね、金木犀の花が咲く頃、金木犀の朝を弾こうっていうお祭りを開催させていただいてたんですけれども、ちょうど開催中にですね、末っ子の子熊ちゃんと一緒に日中お散歩に出かけてたんですよね。でも本当に秋の風がすごく心地よく吹いている日で、お日様はポカポカ柔らかい日差しを降り注いでいて、街中には金木犀の香りが漂っていて、はあ幸せだなと思いながら2人で散歩してたんですよ。で、秋に実をつける紫式部っていう紫色の小さい実がね、いっぱいつく綺麗な植物があるんですけど、そのね、実もたわわになっていて、で、秋の風に揺られてですね、まるでね、ダンスを踊ってるかのように見えたんですよね。
で、私秋が一番大好きな季節なんですけれども、まるで紫式部が秋へようこそって言ってダンスを踊ってくれてるような、そんな景色に見えちゃったんですよね。で、そのインスピレーションで何か曲はできないかなと思って作ったのが今の秋風の散歩道という曲です。もう紫式部がダンスしてたんで、もうこれは三拍子のワルツで行こうっていうことで、こんな感じの曲になりました。で、私今回ね、新しくチャレンジしたことがありまして、それはですね、自分で書いた曲を自分で譜面に起こすっていうことなんですよね。いつもね、お祭りをする時とか自分で曲を書いても楽譜が書けなかったんで、心優しいウクレレフレンズさんにお願いして書いていただいていたんですけれども、いつかはね、自分で楽譜書けるようになりたいなっていう気持ちはあったんですよ。だけど楽譜読むのもちょっと怪しいところもいっぱいあるのに、書くなんてことはまだまだ私は勉強しないと無理なんじゃないかなっていう風な気持ちがあって、書きたいけど今はまだ無理だな、何年後かに書ければいいななんて思ってたんですけど、そんなことをですね、口走ったら、とあるウクレレフレンズさんが、まあ楽譜わかんなくても音の高さ、ドレミファソラシドだけでもまず書いてみたらっていう風に、なんかチャレンジしてくれたんですよね。で、あ、そっか、ドレミファソラシドを書くことぐらいだったらできるかもしれないと思ってやってみたんですよ。で、ツイッターつながりのウクレレフレンズの皆さんに、どういうアプリ使ってますかとか、いいソフトないですかとか聞いたりしていて、もうたくさんの方がこれいいですよって教えてくれたんですけど、いくつか私も使ってみて、最終的にパソコンのアプリのミューズスコアっていうやつを使って作りました。それがこちらです。じゃーん、このね、楽譜結局ね3枚になったんですけど、こんな感じですごく綺麗に作ることができたんですよ。で、いろいろね、間違っちゃったところとかはツイッターのウクレレフレンズさんに教えていただいたりとか、あとちょっとね、やり方がわかんないところもいろいろ教えていただきながら、なんとかね、自分でこの楽譜を起こすことができたんですよ。イエーイ嬉しい、本当に。なんか間違いがもしかしたらあるかもしれないんですけど、一応このような形にすることができましたので、こちらをですね、今回この動画の説明欄の方にリンクを貼らせていただきました。そちらクリックしていただくと、 Google ドライブから綺麗な PDF のデータをダウンロードすることができます。無料ですので、ぜひ皆さんこちら気に入っていただけたらダウンロードしていただいて、ぜひぜひ弾いてみてください。で、今回ね、ちょっとハンマリングが入ったりとか、人工ハーモニクスが入ったりとかでね、少しテクニック的なものも織り込んでみたので、私自身も今多分音がビビっちゃってるところとかあると思うんですけどちょっとね、難易度が上がっちゃったんですけれども、こちらもまたなんか弾き方解説とかできたらいいのかなって今は考えています。いつか生レンチャンネルで秋風の散歩道の弾き方解説をやりたいなと思っておりますので、ぜひ弾いてみたいっていう方はね、ダウンロードしていただいて、ちょっと練習していただいて、また YouTube ライブ配信生レンチャンネルの方をチェックしていただければなと思います。はい、ということで今日はウクレンチャンネル YouTube チャンネル登録者1万人突破スペシャル企画第2弾ということで、オリジナル曲の秋風の散歩道を弾かせていただきました。よかったよっていう方はぜひグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もお待ちしております。それではまた次回のウクレンチャンネルでお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。